先生おはよう。先生おはよう。おはよう。先生ってなんで老けついてんの？ついててダメかい？洗っても取れないんだわ。そうやって思ったことすぐ口に出したら傷つく人もいるんだよ。この野郎つけてやる。いっぱいマナルタイ修学旅行なのにね、お前たちが5時間も遅刻したせいでね、バスもみんなももう行っちゃったんだわ。先生の自家用車でもあるからお前たち早く乗れ。はーい。なんでお前たちが争いしてんだ。稽古も下手じゃん。いやなんで、タッカちゃんと言ってよ。ほら俺うまい。いや私もやる。イエーイ、ほら言った。へーい、下手だな。そんなに。イチャイチャしてんじゃねえぞこの野郎。てめえよこの野郎、降りろこの野郎。てめえは一人で歩いてこい。これマナルタイ、せっかく東京から北海道に修学旅行来たんだから、こう自然と触れるのは大切だぞ。北海道いい街ですね。あ、やっと追いついた。あ、牛さんかわいい。この牛さんたちから私たちがいつも飲んでる牛乳が生まれてるのね。先生、なんで牛からミルクが出るんですか？出ちゃダメかい。お前たちもね、絞ったらね、出るんだよミルク。マナルタイ、じゃあ次は鯉に餌やり体験をやってみましょう。はーい。結構一緒に行こう。うん。すごい、いっぱい寄ってきたね。鯉かわいいね。うん、すごい。行くよ。えい。あ。おい。おい、あんな大きいサイズであげて鯉が喉に詰まらせたらどうすんだこの野郎。おめえもこんなの一口で食えねえだろうが。恋の気持ちを味わえ。マナルタイ。はい。タカ、ケイコ、今先生たち会議中でいないから今のうちに抜け出そう。いいよ。はい。おい、おい、いるのか。あげるぞ。おい、どこ行けんだ、あいつら。なやろ、なやろ、探し出してやるわ。タッカ、うん、今日一日一緒に回れて楽しかった。で、言いたいことがあるんだけど、私、タッカのことが。おめえら、ここにいるのか。投げてるの、立てこだよ。何抜け駆けしようとしてんだ。タッカー、先生もタッカーのことがずっと好きでした。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。タッカー、タッカー、いや待て、この野郎。楽しい歌、悲しい歌、いろいろあるけれど、口を見せますね。何やってんだこいつらみたいな顔してるね。この歌は楽しそうかな。サンバーただなーみたいな。なんかでもあれさん、マナルタイみたいだね。ちょうどせっかく昼寝してたのによ、ガーガー騒ぎやがって。うっせんだよ。かわいいよな。やべやべ、3匹3匹できた。やべやべ、うるせんだよ。やんのかこれ。おい、待って待って、めっちゃ来た、めっちゃ来た。おい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 、怒ってる怒ってる。いいや、怖い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 、どっちか、いいや、怖い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 。大きいサイズであげて鯉が喉に詰まらせたらどうすんだこの野郎。おめえもこんなの一口で食えねえだろうが。鯉の気持ちを味わえ。待って、顎外れた。怖いの気持ち味わったか。ちょっと、めっちゃ面白い。そういうことだ。あ、こういうことだった。そうだこの野郎。分かったか。いらねえよ、食え、責任持って。はい、責任持って食え。あ、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 何、あ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 、責任持って食え。俺の気持ち味わえ。じゃあ次の現場行きましょう。